どうも原田知世です。違うかね、原田知世ではございません。今日はですね、ローソンで期間限定で数量限定で売られていたこちら2つのね、フローズンラテっていうのを買ってきました。これは凍って売ってて、でこっちのねダブルベリーヨーグルト味はレジでホットミルクを注いで作ってもらいます。でこちらフローズンラテクッキー&キャラメルコーヒー味、こっちはアイスカフェラテを注いでもらって完成するフローズンラテ、これ2種類売ってたんで買ってきました。でなんかしばらく待つとだんだん溶けてきていい感じになるんで、そしたらかき混ぜて食べてねみたいなことをね言われたんで食べたいと思います。やっぱりねもう暑いですから、こういうのね食べないともうやってらんないっていうね。もうそろそろいいでしょ。こんな感じです。うわーうまそう。いい感じにこう氷が出てきて、こりゃいいぞ、美味しそう。続けてダブルベリーヨーグルト味も混ぜていきます。ベリーが出てきて、結構底の方でこう固まって、あうまそう。ベリーがね、はいはいはい、すごい動く。ジャムみたいなやつ出てきた、超うまそう。よし、いいかな、これ完成ですかね。まずクッキーキャラメルコーヒー味からいただきます。はい、うまい。はい、うまい。これがまずいわけないんだよな、超うまい。しかもこの量ね、すげーいっぱいだから、しばらくいい気持ちで冷たいの飲めるっていうね、これ最高ですよ、外で飲みたいな。でもなんかこう、すくって食べるって感じじゃないですね。全部このストローで全部飲んじゃうみたいな感じです。生キャラメルのね、キャラメルの味と氷のシャリシャリしたのがマジうまい。美味しいですね、氷が。ってあんまりなんかザラッとした感じですけど、これはね普通にこう冷凍庫のアイス売り場みたいなところに置いてあって、そっからこうレジに持ってくと注いでくれて作ってくれるっていう形です。自分でカフェラテ注いでもいいんだろうけどね。続きましてダブルベリーヨーグルト味、ベリー系も大好きなんでいただきます。香りからいいですね。ベリーの香りがふわっと。でホットミルク注いだはずなのにちゃんとヨーグルトの味してる。すっげーうまい。いちごとブルーベリーの果肉のソースが爽やかな味になってると。香りもいいし、酸味があって、やっぱ夏すっきりしたい時には苦味か酸味ですよね。鳥みたいな音した。ちゃんと果肉が入ってる、うまっ。ちなみにこれね、レンジでチンしちゃダメなんだって。こう横も見たら書いてました。なんかダイソンになった気分だ。これ危険ですね。最後残った氷を思いっきり吸うと氷が喉にぶつかってきます。コーンっつってパーンポーンシコーンってくるってね。うんってなって、外でやってるとちょっと恥ずかしい思いをするので、皆さん気をつけてください。うん、まあこんなところですね。はあ、もうだいぶ涼しくなりましたよ僕。まあ、ちょっと高いですけど、アイスと違ってこう溶ける前に一気に食べなきゃみたいなのもないじゃないですか。冷たいドリンクとして楽しめますので、さあクッキー&キャラメルコーヒー味とダブルベリーヨーグルト味、どちらが美味しかったかと言いますと、じゃじゃん、こちらダブルベリーヨーグルト味です。おめでとうございます。僕ね、果物とかベリーヨーグルト、こういう系の好きなんですよ。こういう甘くて酸っぱいのがね、だからもうこっちです、断然。まあどっちも美味しいです。こっちは苦味でスッキリする感じ。まあコーヒーとか好きな人はいいですよね。僕はこっちの方がおすすめかなという感じでございました。はい、というわけでよかったらローソンお近くにある方はぜひ買ってみてはいかがでしょうか。以上、ハンサムクロージでした。バイバイ。